吉さん付属関係の方行きましたか確かに与沢さんのねメンバーシップの中でも私結構ね広島の久保ですってやってたんで目立ってると思うんですよ。まあ、速塾の久保ですってやってましたからね。与沢さんのメンバーシップに入ってる方は即座塾をご存知の方も結構いらっしゃってで私にダイレクトメッセージくれたりしてるんですよ。ここで何が言いたいかっていうとなんで私がね与沢さんのメンバーシップに入ったかその目論見みの一つは集客なんですよね。だってビジネス このメンバーシップに入るわけでしょでそこに私がいたらあメンバーシップに入ってよかったって思っていただける効果と久保さんどうもこちらでもお世話になりますっていう人が必ず出てくるんですよですんでねマトリックスアフィリエイトの時もそうでしたけども自分の道を打,打ち立てていくってことはどこに行っても自分のことをね気にかけてくださる方が出てくるってことなんですよだから放送の力影響力ってのはやっぱりね宝ですねそれでね平均年齢の話が出たでしょ吉田さん 吉田さんが80の時私90ですけどもおそらく私はね90でも全然生きてると思うんですよ。というのがねこういう考え方なんですよ。昭和20年代の男女の平均年齢って50代だったんですよ。特に男性は50歳女性はは50 54歳、歳。女それが昭和20年代に生まれた人がこれから50年生きていくんだねって言われたそんな成り立ちなんですよね。でも実際昭和20年代に生まれた方って50歳で死ぬのかなと思ったら全然生きてるんですよ。 そればかりかり仕事をやってるんですよ60代になったらさすがにお亡くなりにならうだろうと思ったらお亡くなりになってないんですよね。60から第二の人生を始めてそれこそバイクの免許を取ったりね日本一周旅行に出たりとか YouTube を始めたりっていう人が昭和20年代に生まれた方の60代の過ごし方なんですよ。じゃあ昭和20年代に生まれた方さすがに平均年齢50歳の時。 そういうふうに言われて育った昭和20年代生まれだから70になったらさすがに生きてないだろうと思ったらなんとね令和の時代の平均年齢は81歳男性87歳女性つまりこれは昭和20年代に生まれた方が作った平均年齢なんですよねじゃあまとめるとね50歳ぐらいまでしか生きらんないよというふうに言われておぎゃーと生まれた昭和20年,20年代の人は実際二た分けで見たら80歳になってもまだ生きてるんですよつまりは 30年のギャップがあるんですよ。平均年齢と実際にその平均年齢の時に生まれた人が実際にどこまで生きるかってことには30年以上のギャップがあるんですよ。で私が生まれた時は平均年齢確かね70.7歳だという時代です。昭和47年昭和50年代には平均年齢は70歳って言われてました。で実際に定年退職は55歳の時代だったんですよ。でも今は定年退職60歳とか65歳。 年金は65歳とか70歳75歳からに支給しようみたいなそんな言い方も出てきましたよねそれはそうですよ人生100年時代なわけですからでここでね大和くんが令和元年に生まれましたんでその時の平均年齢と実際の30年でギャップを組み合わせてみるとうちの大和くんは110歳まで生きることが予想されるんですよ <laughs> となるとね90歳ってまだ残り20年あるわけですよじゃあ55歳で定年退職してらんないですよね どうなっっちゃってるんですよねねこれは、ね、いやー映画って本当に面白いもんですよね。じゃあこの平均年齢と実際の平均年齢のこの30年のギャップについてねいろいろ思うことが出てくるじゃないですか。いやー何でしょうねいってらっしゃい。